クリストファーリー・ヘストンは、アメリカ合衆国、フロリダ州、ブレバード郡パームベイ出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ、MLB ミネソタツインズ参加所属。2007年の MLB ドラフト47巡目で、ミネソタツインズから指名、翌2008年の MLB ドラフト29巡目で、ワシントン・ナショナルズから指名されたが、どちらの時も入団しなかった。 2009年の MLB ドラフト12巡目でサンフランシスコジャイアンツから指名されプロ入り。同年は参加のルーキー級アリゾナリーグジャイアンツでプロデビュー。11試合に登板して1勝5敗、防御率4.1134奪三振の成績を残した。2010年は A 級オーガスタグリーンジャケッツでプレーし、26試合に先発登板して5勝13敗。 防御率3.75124脱三振の成績を残した。2011年は A 級サンノゼジャイアンツでプレーし、24試合に先発登板して12勝4敗、防御率3.1631脱三振の成績を残した。2012年は A 級リッチモンドフライングスクールレルズでプレーし、25試合に先発登板して9勝8敗、 防御率2.2435奪三振の成績を残した。2013年はトリプル A 級フレズノグリズリーズでプレイし、19試合に先発登板して7勝6敗、防御率5.8097奪三振の成績を残した。2014年はトリプル A 級フレズノで28試合に先発登板して12勝9敗、 防御率3.38125奪三振の成績を残した。9月のロースター拡大でメジャー初昇格し、9月13日のロサンゼルスドジャース戦でメジャーデビュー。この年は3試合に登板し、0勝0敗、防御率5.064奪三振だった。2015年は開幕をトリプル A 級サクラメントリバーキャッツで迎えたが、マット・ケインの故障により、 4月7日にメジャー昇格。翌8日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で先発してメジャー初勝利を挙げ、そのまま先発ローテーション入りした。6月9日のニューヨークメッツ戦では球団史上17回目のノーヒットノーランを達成した。またジャイアンツはこの記録達成で4年連続でノーヒットノーラン達成者が出たことになった。 2016年12月7日に後日発表選手とのトレードでシアトルマリナーズへ移籍した。2017年5月24日にディエフェとなった。2017年5月26日にウェーバー工事を経てロサンゼルスドジャースへ移籍した。2017年6月7日にウェーバー工事を経てツインズへ移籍した。6月16日にディエフェ。 翌17日に40人枠を外れる形で参加の AAA 級ロチェスターレッドウィングスへ配属された。ありがとうございます。